ドジャースの大谷翔平投手29が9日、日本時間10日、バッテリー組でキャンプインする前に、新しいチームなので1年目のつもりで、まずは環境になれることが最優先かなと思います、と新天地での意気込みを語った。写真、ドジャースキャンプ、体制の報道陣に囲まれ、取材に応じる大谷ドジャーブルーのニット帽をかぶり施設入りした大谷。 ロサンゼルスの文字が書かれた青いフード付きのウェアに身を包んで報道陣の前に現れた。白い雲が生えるドジャーブルーの空の下、キャンプインを迎える心境を聞かれると、新しいチームなので1年目のつもりで、まずは環境に慣れることが最優先かなと思います、と落ち着いた表情で語った。右肘のリハビリの現状については、強度は問題ない。5はマシンだったり、 実際の投手の球を打つ段階に来ているとはっきり。シーズンの準備に向けて、投手のリハビリも兼ねて準備をする難しさについての問いには、初めてではないので。同じような感じでやっていますし、ある程度のプロセスは理解している。前回よりスムーズにいく、と力強く語った。移籍1年目、チームの関係者とのコミュニケーションは、自ら行きますね。基本的には、 いろんな人に挨拶するので、2回目の挨拶に行かないように、笑い。一発目で覚えられるように、もし行った時は勘弁してほしい、笑い、とユーモアを交え笑顔。打撃に関して、もう一段階次のレベルがあると思っていいのか問われると、そうですね。一段階とは言わず、まだまだあると思っている。入る打順によってやることは変わる。ただ、 自分の磨く技術とかは変わらないので、そこはまだまだ先がある。バッティングは去年、かなりいい感じはつかめていたので、基本的にはそれを継続するところと、微妙に変えていくところと、今のところは大きく変えていないです、と迷わず返答。改めて、まずは環境に慣れることが一番。まずはチームメイト、コーチ、スタッフとのコミュニケーションが先かなと思う。 その先は毎年キャンプでやることはあまり変わらない。ただ、投げるのは2ヶ月先なので、そこは考えず、バッティングのことだけを考える。5は走ること、怪我をせずにしっかりとシーズンを乗り切れるようにしたい、と長いシーズンを冷静に見据えていた。集合日だった8日、同9日はキャンプ施設に3日ぶりに姿を現し、トレーニングを行うなど約5時間滞在した大谷。 クラブハウスから姿を現し、待ち受けた報道陣を見つけるといたずらっぽく笑った。午後3時9分、グレーのブルゾンに帽子を浅くかぶった大家は指を差しながら、立ち入り禁止。とサンドレンコした。リラックスした表情のまま、水原一平通訳が運転する真っ白なポルシェの助手席に座り、キャンプ施設を後にした。 選択権行使や出来高などで最大5年総額8000万ドル、約116億円となる大型契約。30歳で踏み出した第二の野球人生がいよいよ始まる。開幕戦地上派で生中継、ドジャースとパドレスが3月20、21日に韓国、ソウルの高尺スカイドームで対戦する開幕シリーズがいずれも地上派で生中継されることが決まった。 NHK は20日の第1戦、午後7時5分開始、を総合で、21日の第2戦、同は BS で中継する。また、テレビ朝日は21日の第2戦を生中継すると発表。直前に韓国代表などと行う土軍の親善試合も2試合中継する。